皆さんこんにちは、小田切あさぎです。はい、というわけでね、今私は車に乗ってるんですけど、今日はね、何しに行くかというと、なんとあさぎストというね、私の肩書きはあさぎスト総裁なんですけど日本全国に800人ぐらいいるあさぎストたちの、まあ、総裁ですよね、でそ の, 日本に800人ぐらいいるアサギストのメンバーの一人がなんと今ドバイに遊びに来ているということで、でぜひともね、私の総帥にお目にかかりたいということだったので、ちょっと彼女に会いにね、お茶をしに近所のホテルに今向かってるんだけどね、今もうすでに10分以上遅刻しててもうどうしようという感じですけどね。はい、大丈夫かな。はい、こっから何分ぐらい、今日は今日これから行くのはね、パラッツォベルサーチホテルっていう、もうめっちゃゴージャスなホテルに行くんですよ。パラッツォベルサーチドバイっていう、ベルサーチってあるじゃん、ブランドの、ファッションブランドのベルサーチ、あれのホテルなんだよね。でも本当にね、パラッツォじゃないや、ベルサーチの世界観をこうふんだんに活用したというか、めちゃめちゃゴージャスなね、ホテルなんで、ちょっと楽しみしてて楽しみ、よかったよかった。ちょっとまだうちからさ2分ぐらいまでしか進んでないけど大丈夫？すごい混んでんのかな、道が。なんか今日タクシー来んのも遅かったしね、大変。最初3時に待ち合わせしてて、でも彼女からすいません10分ぐらい遅れますって連絡来たから、あ、よかったと思って、私も遅刻しそうだったから、ちょっとゆっくり行こうと思ってたら、もう今到着予定20分になってるよこれでどんどん遅くなっていくパターンでしょ。でまた彼女がごめん私たちも10分間に合わせて、あ、よかったって安心して、またちょっとゆっくりしてすいません30分になりますあるある、アサギあるあるね。え、この道本当にこの道しかないんですかね。えすんごい混んでるけど、この行き方、あ、でもこの道なのかな。あ、そうね、なんかドバイはこう高速に一回乗んないといけないんだよね、高速みたいな。見てこのぐるぐる、あ、入り組んでますね、ぐる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 みたいな、かなり入り組んでますね、すごくない？一回さ、こっから乗ってグイーって言ってグイーって言って戻るみたいな、確かに超やだ、遠回りしないといけないですね、ね、あれここじゃないっけ、あれもうすぐね、あれ着いたと思ったんけど着いてなかったかな、あれも、あ、ここここかな、はい、ここでした。イエーイ、お城風やっぱなんかドバイはさ、すごいいろんなホテルがあって、それぞれすごい特徴というか、なんか特色、はい、カラーがね全然違うわけよ。だからなんか私はドバイにね来るからにはいろんなホテルに行くっていうのが結構楽しみ方の一つだと思って、だってさ、ドバイのね、周辺だけでリッツカートが4個ぐらいあるわけだから、なんか昨日リッツ行ってとか言って、あ、どこのリッツですかみたいなすごくない？まあまあ本当はね、そうラッサールハイマーっていう、もうちょっと1時間ぐらい、でも1時間ってさ、ね、だ都内でもさ、端から端まで1時間ぐらいじゃん、それは。こう、江戸川区から新宿区まで行ったら1時間以上かかるじゃん。で、あの距離の、だ要は都内よりちっちゃいところに4つあるって考えるとすごいよね。確かに。超すごいよ。Yeah, we can get up here. Yeah, thank you. よし、じゃあ降りよう。Thank you. Yay. バイバイ。なんかね、運転手さん、どういうの？あ、コンタクト、なんか今タクシーの運転手さんに Thank you アサギとか言われたんだけど、今の運転手さんは
ナイジェリアだよね。ナイジェリア出身のドライバーさんなんだけど、なんかナイジェリアではアサギっていう名前は結構なんかよくある名前らしくて、なんかアサギってすごいナイジェリアでよくあるよとか言って言われて受けたよ。まさかナイジェリアにアサギがたくさんいる。わ、何これ、うん、ナイジェリアにアサギはむしろ日本にはほとんどいないからね日本よりナイジェリアにたくさんいたみたいな。見て見て、すごいがっつり撮影してるよ。でね、がっつり撮影してちょっと映して映して、うん、そう、結構やっぱなんかホテルとかで撮影してることとか多いね。でこれがあのベルサージュホテルです。どうです、このゴージャスな、このゴージャスな、この椅子とか見て見て、この椅子めちゃめちゃゴージャスじゃない、ラグジュアリー。あ、でちょっと私遅刻してるんだった。はい、はい。You have permission or? No, I have meeting here. どこにいるんだろう。多分ここにいると思うんだよね。いないね。着いたよ。ちょっとメッセージしてみたいと思います。テラス席にいるのかな。あの子じゃないよね、あのメガネかけた子じゃないよね。かもしれないですよ。かもしれないよね。日本人っぽいですね。着いたからロビーいとくねっていう返信来て、じゃあまあ返信来るまでね。ここさ、ラウンジだよね。ラウンジですね。ここラウンジでいいんだよね。はい。はい。はい、excuse me. Is here lounge? Lobby lounge, yes. Lobby lounge. Yes. Do you have other place? Or that having tea or coffee? Yeah, you have high tea, you have food, you have a drink, anything is here. Here? Yes. Okay. Can I have a seat for Slee? Yes.Thank you. じゃあここだそうなんですね。It's reserved. Yeah, it's reserved. You have a last one. Oh, yeah, that yes, one, please. Okay. Thank you. ラウンジの窓際。Yeah, thank you so much. いいね。はい。というわけで、わがままを言ってソファー席に案内していただきました。イエーイ見て、うまちゃん似合いますかめっちゃ似合います。やったー、うん、やったー。じゃあちょっと、じゃあまいんちゃんもちょっと座ってもらって。イエーイ。というわけで、はい、お名前は、はい、松木直子です。イエーイ、はい、通称ナオリッチちゃんに、はい、ナオリッチです。はい、会いに来ました。イエーイ。ナオリッチは何をしてんだっけ普段。私美容の、あの卸、ディーラーの会社を経営してるのと、うん、あとセミナーとか、うんうん、コンサルとか講座とかをやってます、うんうん、今日はね、ちょっと諸事情で、諸事情であのちょっとサングラスさせていただいてます。はい、じゃちょっとな頼もうか、早速ね。はい、スキャン。でこれなんで今日ここにしたんだっけ。え、なんだろう、なんか映えてる、うん、映えてるところって言って。あ、映えてるところって言われたの私。あ、多分そう、なんかどっかありますって言って。なるほどね。え、なんかさ、うん、何、アフタヌーンティーしたかったの。アフタヌーンティー全然したくない。全然したくない。全然したくない、okay. 大丈夫、私なんか甘いものが好きじゃなくて。そうなんだ。あのいっぱい食べるのは好きじゃないから。なるほどね。そうそう、うん、だからあの違う。まあでもアフタヌーンティーも頼むね。うん、頼んで、うん、ここのアフタヌーンティー、ね、そうそう、映えるから。間違いない。そう、なんか映えで昔はよく頼んでたけど食べきれないことに気づいて、うん、食べきれはしないよね。うん、嬉しい、生アサギさん、イエーイ、できて嬉しいね。イエーイでも本当そのまま変わらない。本当、
お肌もめっちゃ綺麗。いや綺麗じゃないよ。でもね、何もしてないのが信じられない。あ、ノーファンで、うん、そうでしょみたいな。いやこれもうでもね、うん、あれだよ、私の肌クオリティ的にもうダメよ。え、そう、今ね2割ぐらいの力しか出てない。めっちゃ綺麗だ、うん、いろいろ落ちてきて。でも私ね、あの4月1日からね、なんと韓国に入れることになったの。隔離なしで、外国人も。すごいでしょ。まあ私ワクチン打ってるんだけど、うんうんうん、打ってる人は、うん、で、韓国行っていろいろ。そうだから私はね、早速3月の末日本帰るんだけど、その途中で1日とか2日間だけ韓国行って、めっちゃいい。もう予約も取りました。何する？レーザー？レーザーもするし、うんうんうん、ボトックスもするし、ヒアロン酸もするし、もうちょっともういろいろ相談していろいろやってこようと思って。いろいろやるの本当にいいと思う、うん、だからドバイは本当になんか他の友達もドバイで行ってたけど、うん、なぜか絶対血だらけにならない治療で血だらけになったとか言ってて、そうやばいらしい。マジすごいよ。そう、マジでやばいらしい、うん、なんかね大変だよね。そう、うん、なんかもう信じられないって言ってた。あ、なんだっけ、ハイドラフェイシャル、毛穴の洗浄するやつで血だらけになったし。なんで？なんかでもね、機械の使い方知らない。圧をかけすぎてなんか血だらけになったとからしくて、そう言ってた。いや本当やばいよ本当に。ドバイは意外と2つしかないから、あの日系が銀座ビューティーと、うんうん、あのナデシコ。でもそこそんなやってないでしょ。朝地系はやってない、うん、ナデシコ美容室だし、銀座ビューティーネイルサロンだし、そうなんだ。日系のクリニックでもないかも。全然決まってない。いやないよ、日系のクリニックなんて。そう、ね、韓国系すらないもんだって、で探した。昔あったの韓国クリニックが、でも潰れてた数年前にコロナをきっかけに。なるほど。ドバイでもなんか進出したいみたいなクリニック。あれ、ねねね、まいちゃん、あのマイク知らない？うん、え、何だか、なんかちょっと私マイクさ落とした。あ、ごめん、ついてた。めっちゃ面白い。めっちゃついてた。超ごめん。あ、でもハイティ頼むから。あ、そっか、そうだね、うんうん、それなんか食べたいもん食べよう、うんうんうん、3人で、3人で2つを食べたいもん食べよう。私カフェオレ、カフェオレのアイス、うん、カフェラテ、うん、カフェラテでいい、うん、カフェラテのアイスね。でちょっとあのほら、え、でもそっか、お茶2つしかつ、じゃあお茶飲んで、私さお水飲むから OK。 いや私洗い菜つけて、あ、でも洗い菜つけたらあれ食べれないから、どうせ外すの。じゃあこれを、はいはいはい、強制してんのよ、うん、これをつけてると。確かに昔つけてた。あ、やつけた、もうあの小学校の頃に。小学校の時からこれあったの？あったと思う。え、アライナとかリテーナ、インビザライン、インビザじゃないけど、なんか、うん、あの戻らないように強制終わった後のやつね。そう、これはね、これが本体なのよ。あ、へー、うん、ずっとこれ1日20時間から22時間つけなきゃいけないっていう。めっちゃ痩せそうじゃない？そう、うん、感触が なくなってってこと。確かにめんどくさいもんね、感触がね、うん。もう英語、留学もしてたから英語も結構めっちゃ喋れる感じ。少し喋れる感じ。じゃあお任せします。はい、good afternoon。Our menu is open. Yeah, can we have this one? This is celebration 90s. Yeah. This one celebration 90s have included two champagne. Two champagne. Sparkling champagne. Oh. So what's the difference between this celebration high tea and this Palazzo del Sole? Only champagne.じゃあこっちで。でも待って、シャンペンあった方が映えるかな。うん、映えると思う。飲む？シャンペン。私弱いから、あの、どうぞ。私も弱いです。じゃあパラッチオベルサーチ入ってみましょう。This one. This one. Yes, yeah. So drinks are included, tea, coffee, for two persons. Yeah, ma, 毎日の飲み物何するこれ？ティー選んで。ティーやだ。コーヒーもあるよ。ティーで大丈夫。ティー。あ、なんかなくなっちゃった。はい。うん、グリーンティーか、まあ、ブラックティーかよね。アールグレーとか。じゃあアールグレーにしようかな。1アールグレー and 1アイスカフェラテだよね。アイスカフェラテ and for me the sparkling water please. Water. Yeah. Water is not included. It's extra. Yeah. Okay. Yeah. Small one, big one. A big one with 3 glasses. 3 glasses. Yeah. So one ice latte, one early grey. Mm-hmm. Yeah. Thank you. じゃあ
これ結構ね、サンドイッチとかも入ってるからね。ブルジュアルアラブ。どうだった？めっちゃ良かった。すごい。友達となんか中国人の友達が私に合わせてなんかやってきてて、日本から、うん、今日から来てる友達もいるし、来週からほらあのヨッシーも会うね、うんうんうん、ヨッシー、ヨッシーの親友で、ヨッシー、うん、そう親友なの？ヨッシー親友で、なんか浅木さんの講座受けるって言うから私も受けるみたいな感じで受けることにした。ちなみに何それみたいな。そんななんだ。そう、へー、うん、そうで、なんか私が行くって言ったらフットワーク軽い日本人さん、日本人一人中国人だけど、うんうん、みんながあの日本からやってきてて今。いや、そうなんだ。へえ、来週私ヨッシーと約束してるけど、じゃあその時にナオリッチも来るってこと？そう、来る、行くかも。あ、なるほどね。リュウリュウ、うん、息子ちゃんいるからゆっくり喋りたかったら、うん、あの2人でもいいよみたいな話してて、どっちでもいいよみたいな感じで。ヨッシー、リュウリュウって誰？リュウリュウっていう息子ちゃんが6歳の。ナオリッチの子、うん、ヨッシーの子。ヨッシーの子が来るから、うん、私すごいリュウリュウと仲良くて、まあ、なんか見ててゆっくり喋りたかったら、うん、そういうこと？え、6歳なの？へえ、うちの子と一緒じゃん。そう、めっちゃ可愛い。リュウリュウ、次小学生一緒？一緒かな。そう、4月から小学生でしょ。そう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 、一緒一緒。じゃあうちの娘も遊んだら楽しい。そう、めっちゃ可愛い。だから連れてきてもね。じゃあ2時に約束してるけど、あの4時ぐらいだったら娘帰ってくる。あ、でもまだ4時から家庭教師の先生来ちゃうから、ね、私たちね、その日の夜 の、 あの23の夜中のやつで帰るから。あ、23の明け方のやつ。そうそうそう、あ、そうなんだ。だから全然時間は大丈夫だと思う、うん、へえ、そうなんだ。そうそう、じゃあこの日は、あ、そうね、じゃあもうちょっと要相談だね、うん、うんうんうん。でも多分うちに来た方が楽しいんじゃない、リュウリュウ。うん、あ、確かにそう思う、ね、うん、そう思う、そう思う。まあ、日中だったらでもね、ドバイはどこでも預けれるから子供。あ、うん、あの、そうなんだ、すごい。普通のナーサリーとかにパスポートだけで入れるし、うんうんうん、昨日なんかドバイの不動産の人とも会ってて、愛子ちゃんでしょ。そうそう、うんうん、愛子さんと会ってて、うんうん、じゃあなんかあのパスポートで買えるって言ってた。パスポートさえあれば。そうそう、不動産ね。そうそうそう、うん、すごいよね。ねー、うん、すごい。しかも仮想通貨で買えるから。そうそうそう、言ってた。すごいよね。そう、うん、ドバイは本当に。でもそう、うん、一昨日ぐらいにさ、そのロシアの富裕層がさ、自分たちのお金を逃がすのにさ、その仮想通貨に変えてドバイで不動産を最近買いまくってるみたいな記事が出てて、わーみたいな。すごい。すごいよね、買うの不動産。いや、なんか買えたらいいなみたいな気持ちで。そうなんだ。そうそう。なんか興味ある。え、浅木さん買ってないの、むしろ。いや、あのね、ドバイの不動産は私が欲しいと思えるレベルのものはすごい高いし、普通に投資用とかのなんか別に自分はいらないというか、あのそういうんだったらいいかもしれないけど、うん、でも私はね、あんま自分の資産を増やすことはあんま興味なくて。だって5000万とかじゃん。それだったらさ、5000万使って遊んだ方がいいと思う派なわけよ、私は。だからまああんまりその投資用と、投資という行為に興味がないわけ、私は。だからなんか投資は興味ないし、確かに欲しい家はあるわけ、その超高いわけよ、もうなんかプール付きのなんかレジデンスみたいな、ホテルレジデンスで、例えばフォーシーズンズレジデンスとかで、あのその普通はなんかホテルみたいなさ、部屋っていうか 3LDK とか 2LDK みたいな感じじゃん。でも大体そのビラの棟があってさ、だ要はホテル内なのにビラなわけ、うん、でそうするとなんかビラだけど、そのホテルの清掃とか全部入るの超便利じゃん、うん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 、しかもプライベートプールもついてんじゃんみたいな、うん、すごい、そういうの最高って思うんだけど、それとかやっぱ30億とかするから、もうね、頭金もない。やばい、やばすぎる。そそう、うん、それを1年ぐらい払わなきゃいけないじゃん。確かに無理じゃん。しんどい。一生変える気がしないよね。確かに、うん、すごいな、桁が違う。桁が違う。3億ぐらいだとね、もうちょっとそこそこのみたいな感じになっちゃうもんね。なんか素敵な家はもう10億オーバーみたいな。そう、うん、しかもね、ホテルでのレジに住むね、普通に住んでるのめっちゃ楽だもんね。そうね。え、佐々木さんどの辺に住んでるの？
私はあの、まあ、この近くなんだけど、あのワフィっていうモールがあってちっちゃい、うん、そこの近くですよそこの隣にあるホテル、うん、そう、私もなんかね、うん、ドバイに彼氏ができて、うん、ですあのえ彼氏ができたの？ドバイに彼氏ができたんだ彼氏だった人がドバイに来たわけじゃなくてね、なんかあの12月クリスマスから1ヶ月ドバイに留学してて、うんうん、あなたが、私が、そう、なんか海外そういえば住んでみたかったなと思って、うん、え去年の去年の12月25から1月21ぐらいまでドバイ1ヶ月住んでて、英語留学してたわけ、英語留学、あの ES ドバイ、 ES ドバイ行ってたわけマジでドバイの留学といえば、そうそう ES ドバイ、そう、それ行っててで、なんか出会って、 ES ドバイどう？ ES どうか、どんぐらいの生徒とか、うん、いやでも一クラス何人？一クラス、うん、あのスピーキングの授業だと10人ぐらい、で、あの、うん、なんかグラマーの授業だと15人ぐらい、うん、あなるほどね、あじゃあ結構先生の言うことをこうみたいな感じだ、でもグラマー最初受けてて、そもそも英語わかんないのにグラマーを英語で受けても、ちょっとマジで本当にどうにどうしてどうしたらいいですかねっていう状況で結構大変やって、でスピーキングに変えてくれって言って、最後の2週間くらいだけ、うん、スピーキングのクラスで、そう、まあなんとなく全然喋れない。じゃあそこで彼氏と出会ったわけだ、ドバイにいる間に。あ、そう、ドバイにいる間に、うん、なんかこっちに駐在してる日本人で、しかも駐在してる人なんだ。え、でもだから、あ、そうなん、でもさ、独身が中学生って珍しいね。でももう8月までドバイで、その9月エジプトだから、私多分エジプトかもみたいな、あれ、え、何が、あ、住むのがなんと、まあ、カイロ、うん、そう、ドバイちょっと毎月来るぐらいのペースで、うん、まあ近いもんね、そう来ようかなと思って、うんうん、2時間とかだもんね、飛行機でね、あ、そう、なんで、なんか彼氏できちゃって受けるね、そう、受けるそう、彼氏できちゃって、そう、彼氏できちゃってなんかめっちゃ仲良しいな、そうなんだ、付き合いたってことなんです、え、9月に、じゃあ9月までは結構毎月ぐらいドバイに来るかもみたいな、そうなんだ、結構出張があるお仕事だから、うんうん、なんかまあ出張でいない時、うん、いない時はどうしようかなって感じで、でももう鍵もらったから、とりあえず、まあ、いつでも来れるぞこれでみたいな、なんなら住めるぞこれでみたいな、へえー、そうなんだ、まあでも夏だもんね、そう、うん、そうだからね、めっちゃ暑いらしいし、そうだね、で今はいいよね、まだ4月末までは楽しめるから、あと2ヶ月あるから、そう、本当暑くてね、外歩けない、きっと、そう、2ヶ月満喫しないといけないね、いや、さきさんはもうそのめっちゃ暑い時経験してるってこと、うん、私は去年の4月末、まあ、5月の頭ぐらいに来ちゃったから、もう超暑かったわけ、そっか、まあ、そう、それでな、あの夏休み、まあ、7月、こっちの夏休み7月8月なんだけど、その2ヶ月ドバイ、日本に帰ろうかなちょっと思ったんだけど、でも私娘があんまり来たくないって言ってる中、ちょっといや行こう、きょうちゃん行こうと、うん、感じで来ちゃったから、まだ全然慣れてないし、日本に帰ったらなんかかわいそうかなと思って、なんかもうやだ、ドバイに戻りたくないとかなったらやだなと思って、あのサマースクールとか学校が9月から始まるから、その前にサマースクールにも入れたかったし、うん、あのいきなり小学校ってしんどいじゃん、うん、確かに、なんかまだ全然英語喋れなくて、うんうん、いきなり小学校1年生に、しかも日本で小学校も行ってなかったのに、いきなり小1に入学はすごいしんどいと思って、そのサマースクールっていうさ、夏休みの間だけ通う、うんうん、なんか毎日遊ぶみたいなのがあるわけよ、うんうん、なんかそういうのにまず入れたかったから、うんうん、それを休ませたくないと思ってずっとドバイにいたの、すごい、だから4月の末に来てから12月の頭に帰るまで8ヶ月間ぐらい帰んなかったんだよ、すごい、うん、で、まあ、トルコに旅行に行ったりはしてたんだけど、いやもうでもね、1回過ごしたからもういいかな、ドバイの夏は、なるほど、もう暑くて、うん、何も楽しいことない、やっぱそうなんだ、なんかね、いいホテルがちょっと安く泊まれるみたいな、いや、そう、相当安い、航空券も安いし、うん、ホテルも安いから、や、安いのはいいよね、うんうん、素敵と、それいいなと思って、そう、でも夜も暑いんだよね、夜になれば涼しいかと思うじゃん、うん、そんなこともないから困るよね、うん、うん、確かに、じゃあ乾杯しましょう、乾杯、うん、乾杯。
サマースクールってどこ入れてる？なんか友達がサマースクールドバイ行かせたいらしくて。なんか、うん、いやもうどこ、私はキングスっていう、うん、キングス、うん、メモっといて、うん、あのね、キングスね、うん、2,3 ブランチあるから、でもどこも結構僻地にあるのね。あ、ちょっと送り迎え大変なんだけど、キングス、うん、キングスっていうところは結構良かったよ。うん、でも大体やってるけどね、もう多分ね50カ所ぐらいやってる学校あるから、別にキングスにこだわる必要はない。うん、これキングススクール、キングススクール、うん、私はこのナドアルシバ、ナドアルシバっていう、ほら遠いでしょ。あ、本当だ、うん、すごいこの砂漠の方、砂漠の内地。私ね、ちなみに寮に入ってたから、うん、すごいあの内地に住んでた1ヶ月ずつ、あのなんだろう、なんか女子の監獄かなここはって思いながら。そうなんだ。まあね、すごい人生でいい。このイエスドバイはさ、一クラス何人ぐらい何人なの？ほとんど外国人で、うん、なんかトルコすごい多かったかな。トルコ、ブラジル。うん、ブラジル、ロシアからも来てたかな。あ、ロシアね。トルコとロシアは近いけど、ブラジルって結構遠いよね。そう、うん、結構フランス人もいたし、イタリア人もいたし、うん、結構あとスペインもいたかな。なんか結構ヨーロッパ結構あれだね、うん、国籍豊かだ。国籍いろんなと、あ、タイもいた、タイの子もいたし、なんか結構本当に日本人が割と意外と少ない、うん、でもあの少ないからめっちゃ集まるからすごい仲良く、うん、仲良くなるんだ、うん、へー。もうなんか19歳の友達とかできちゃってめっちゃ仲いい今も。すごくない？31、なんかやっぱちょっとそのドバイに留学来るぐらいだから、ちょっとこうなんかレベル高めの子とかが来てて、うん、ちょっと変わってる感じの子。ちょっと仲良くなった子とかは21歳でなんか日本でビル2棟、ね、ビルじゃない、マンション2棟持ってるみたいな。マジで、直子さんまた一緒に行きましょう、あ、分かったみたいな。その子もこっちに彼氏ができて、そう、留学生同士だけど、それはそうそうそう、あ、じゃあまた一緒に行こっかみたいな。なんか金を買いに来るらしい、しかもそのドバイに。そう、どう、なんかどう、私の知り合いでダイヤと、うん、あの金をやってる社長となんか、うん、に一緒になんかこうどこだっけ、 H ホテルのなんかクラブみたいなところに連れてってもらって、うん、でその人と H ホテル、 H ホテル、うん、W ホテル、うん、H ホテルっていうのがあって、うんうんうん、なんかそこで結構なんかこうショーとかも生で、うん、なんか生でサックスが演奏されてとか、なんか結構ね、その日本人で成り上がってる方で、うん、成り上がってるって方言で、うん、え、ここ、あ、そうそう、結構なんかいい感じのところ。あ、分かった、ここあれでしょ、なんだっけ、あのあれがあるとこだよね、なんていうんだろう、ラペルラとかあるとこ。ラペル、え、分かんない、なんだろう、なんかオペラ、なんだろうな、オペラじゃなくて、まあいいや、うん、なんかそう、その、はい、その成り上がってる方が、成り上がってる方に、うん、がそのゴールドって言って、うん、すごい成り上がってるから、ゴールドのダイヤ、うんうん、アフリカで原石買ってきてこっちでなんか作って売ってるっていう、うん、その授業がすごいうまくいってるらしくて、その人から金を買いに来るらしい、その21歳は。そうなんだ、すごいね。そう、なんかそういう、だからちょっとスークで買うよりやっぱいいんだろうね、きっとね。そう、きっとね、うん、きっとね、なんかすごい面白かったね。金ね、買うといいって言うよね。なんか毎日買って売るを繰り返してるって言ってたけど。へえ、そうなの？なんかそうするとデイトレをしてるんだ、金で。毎日やってるから、だから絶対、うん、そのまあ、金は残るし、絶対あのそれより上のやつで売ってるから、どんどん利益が増えていくってなんか言ってたけど、まあ、そう、 うまくできたらそうなんでしょうけどね。そう、難しそうな気がしちゃうけどね。うん、なんかそれが全部 100% できたらさ、どんな相場でも 100% できんじゃん。確かに。そういうことではないのかな。まあ、いろんな人がいますね。すごい大金持ちだからって紹介されて、分かったって。そのヨッシーの仲良しの社長が、なおちゃんドバイいるならこの人絶対あってきみたいな感じで紹介してくれて、うんうん、そうなんだ。面白い。ね、飲み物来ないね。お茶&コーヒー。
でも一緒に来るのかな。そう、あ、そうか、そうね、あのセットとね。本当すごい、ドバイ移住しちゃって、浅見さん。そう、うん、パワーで。なんかね、旦那さんと移住とかの人は結構多いけど、なんかね、そうじゃないけど、やっぱり。まあ、旦那さんと移住してるけどね、私も。あの、浅見さんの力で。力で。え、でもなんか、すごいあのお寿司屋さんの話、めっちゃすごいしっくりきたかもしれない。何お寿司屋さんの話って。え、なんか言ってなかった。1回目だっけ、講義の時に、なんかその、1回目かな、0回目かもしれない。なんか、あの、たかきゅんがその稼いでない、そのなんかその ね、それを選んでるのは自分でしょって言われてっていう話に、そっかと思ってなるほどみたいな、あのあそこすごい響いてなるほどみたいな。そういう悩みがあったの。いや、なんか彼が稼いでないみたいな。多分一般的よりは稼いでるけど、うん、私はもっとグイグイ行きたいわけで、うんうん、だからなんかその自分が稼ぐことにちょっとこう、うん、ちょっとブロックというか、なんか、うんうん、ね、引け目みたいなのちょっと感じ始めて、うん、いやでも私やっぱグイグイ行きたいぞと。だからなんか行きたいところにはあの全力で自ら行こうと思って、そうそう。昨日も行ってきたよとか言ったら、なんか、いや俺一緒じゃなくて、そんなキラキラしたとこ俺は行きたくなかったから、よかった行ってきてくれ て。そうなの。え、どこ行ったの。ドバイで行ったんでしょ。あ、昨日 の、 そのブルジュアルラブって結構、あ、あの、確かに確かに、あのイタリアンだかフレンチだか、か、そう、そう、なんか 1週、 1週間に1回は、そう、It's for her? 泊まったから、その、うん、そう、泊まったからね、うんうんうん、そんなところ、そこに俺がお金を出す価値観が多分ないからって言ってた。あ、そうだね、そうそう、だから、うん、よかった。大事だよね。そう、まあ、うん、でもお互いの価値観だから、押し付け合いはしないで。そう、どっちが正しいとかもないもんね。そう、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 と思って、うん、なんかすごいすっきりした。そう、うん、そのイエーイ、来たー、イエーイ。なんかかわいい。かわいい。うん。こんなのなんだ。かわいい。わー、あ、そう、そういうことね。うん、はい。すごい。ストロベリージャム。Yeah. レモンカルト。Yeah. クロテッドクリーム。わあ。スコーンブレッド。スコーンブレッド。ちょ、あの近くで撮って、このスコーンブレッド。スコーンです。そして。プレーン。With mix raisin. Raisin. Raisin の。This is watermelon. え、スイカ。スイカとチーズ。うん。So this side.How about this one? What about this one? This one is like crunchy. It's a biscuit. Huh? Biscuit. Biscuit. Hummus. Biscuit とフムス。Beetroot. Hey. Beets. Beets のフムス。Beetroot. This one sweet. Uh-huh. This one starter. Starter. Starter like sandwich, chicken sandwich, egg sandwich, cucumber with cheese, ham, turkey ham with cheese.ハムとチーズのサンドイッチ、キュウリのサンドイッチで、これがツナのサンドイッチ、卵のサンドイッチだって。へぇ、美味しそう。 Then? This one beef. Beef? Dry, dry beef, ready to eat. ドライビーフ。いや、ちょ、こっち来て、こっち。なんかね、こっち向きだわ、これ。こっち向きね。うん、見て見て、はい。すごい。ね、すごいね。これがドライビーフ。で？プローン。あ、エビね。はい、エビ。サーモン、サーモン、うん、プローンオーシュリンプ、はいはい。で、This one, passion fruit and orange cake. パッションフルーツとオレンジのケーキ。This one, coconut vanilla. ココナッツとバニラのケーキ。ピスタチオ、ストロベリー。ピスタチオとイチゴのケーキ。チーズチョコレート。チーズチョコレート。チーズチョコレート。で、最後。This one, is new cake, all cake.New cake. 新しいケーキです。Okay. Thank you so much. Thank you so much. はい。ベルサーチのさ、ベルサーチはマスクを出してんね。うん。だベルサーチの店員さん、みんなベルサーチのマスクしてる。なるほど。私も取ってもいいですか？もちろん、もちろん。じゃあ私もストーリー用に撮ろう。うん。ストーリー大事だからね。私でも結構
ストーリーは得意かも。息を吸って吐くかなので。え、そうなんだ。なんか私のさ、撮るまでは得意なんだけどさ、アップがね。もう1ヶ月遅れだよ、ストーリーが。浅木さん今どこいるんだろうみたいな感じになってる、確かに。まだハワイいるから私、ストーリー上は。あの、フェイスブックもじゃない？そう、うん。全然終わんないね。もうやばいよ。めんどくさくなりたくないから結構リアタイタイプやからな。いや私はね、本当はソロしたいんだよ。あれそうなの？なんか そこに集中したいからかなと思ってた。なんか旅行のこの、いや全然全然、最初はそのままやってて、うんうん、後から追いつかせて今度こそって毎回思ってんのに、うんうん、どんどん遅れてっちゃう。まあでもそれだけボリュームがあるのかな。そうだ ね、それはあるね、うんうん、やってることに、はい、私結構疲れやすいからね、そんなにいっぱい、うん、いや持ってないと難しそう。置けそうかな、置いたら、うん、こんな感じかな、これが邪魔でみたいな。いや、いけます。あ、いける、うん、まいんちゃんも食べて飲んで紅茶、紅茶来たよね。来てないまだ。あ、来てない、来てる、うん、来てるね、うん、ありがとうございます。皆さんの顔が、私全然切れていいから、浅木さんが仲良しね、はい、仲良しね、うん、これちょっと、そうですね、うん、それでこの辺にね、うん、これもう下げた、え、食べないの？あ、そうね、こういう意味で、そうね、下に置いたら確かにナチュラルになりそう。美味しそう。なんか意外とあの結構辛い系も多くて、そうね、うんうん、よかった、よかったね。え、なんかお腹空いたって言ってた。そう、え、私、うん、今めっちゃお腹空いてる。そうだよね、なんか食べたいみたいなこと言ってたもんね。そう、すごい食べたい、うん、食べて、そう、食べる、うん、そう、なんかでも彼氏にいっぱい食べてこないでねって言われた。なんか毎日、うん、私がどっかにお出かけして夜ご飯はいいやとか言ってるからあの今日は食べ過ぎないでねって言われた。わかった。なんかでもね、ご飯作ってくれたりすごい優しい。すごいね、優しい、うん、なんかこのまま親子丼作ってくれた、うん、へー、親子丼、へー、優しい。親子丼って美味しいのかな。なんかめっちゃ美味しかった。そうなんだ、うん、私本当にお料理しないから、うん、なんかすごい、あのでもそれすごい言ってるからすごいハードル低くていいなと思って。なるほどね。最初からね、うんうん、そうやろうと思えばできるよっていつも言ってるけど親子丼ちょっと作ってみたいんだけど、私食べたことがなさすぎて、親子丼を。どういうこと？え、そのままだけど。なんか定食屋さんとかは親子丼食べたこと、頼んだことないじゃん。なるほどね、うん、え、お家でその出てくるとか実家でなんか出てこなかったと思うんだよね、多分うちでは。え、でも親子丼なんか鶏がこっちは結構美味しいから。そうそうそう、そう、親子丼は結構美味しいかもしれない、うん、そうなのよ、なんかね、うん、豚肉と牛肉が難しいから、うんうん、鶏肉メニューを開発していかなきゃいけなくて。そうそうえ、普通になんかしかもなんかだしの素みたいなのあれば、うん、なんかそれでペッて料理してたけど、彼は減ってね、ペッて減って、分かった、うん、なんか30分以内ぐらいで作り上げて。そうなんだ、うん、めっちゃ美味しい親子丼食べてからじゃないとさ、なんかあれじゃない？確かに想像がねそうそう、日本帰ったらじゃあ最強の親子丼みたいなの食べに行こうかな。確かにいいと思う、うん、ね、なんかいい焼き鳥屋さんとかね、か美味しくなるからね、え、うん、鶏が普通に美味しかった。なんかそうなんだ、冷凍してる鶏使ってたけど、うん、普通に美味しかった、うん、あの、うんうん、その彼が買って置いてたやつ、うんうん、あ、うんうん、そうそう、鶏結構美味しいと思うんだよね、うん、ネギとかも冷凍しておいてて、なんか美味しかった。それも入れるの？ネギもそう。ネギも入れるんだ、親子丼は。玉ねぎ？あ、玉ねぎね。あと普通のちょっとネギもかけたら美味しいから。そうなんだ。青いネギ。なるほどね。そう、なんか本当料理男子みたいで、どうやら。へえ。すごい生活水準が、なんか私の一人暮らしの家より高いと思う。その食事の面で。手料理をご馳走してあげたいんだね、彼が。そうそう、みたい。うん、もうさ、この席にいると危ないっていうのを結構彼らにこう教え込まないといけないから脅威だぞみたいなね。食べて食べて、私もアライナー外して食べようかな。ちょっとアライナー外してきますね。はーい、
というわけでね、あの楽しみましたね。いっぱい残しちゃったね。めっちゃ楽しいんだ。美味しかった。うん。美味しかった。うん。このカフェラテみたいのすごかったよね。うん。可愛かった。見てほら、ちょっともう消えかけてますけど、あのベルサーチのカフェではこのベルサーチマーク付きのカフェラテもしくはカプチーノもう頼めるよ。でね、私今日ね、あのパーティーに行くの夜、うんうんうん、でそこのねドレスコードがね、あのゴールド&ブラック&ゴールドなわけ。うん、素敵。その招待してくれた会社のテーマカラーがブラック&ゴールドなわけ。で、いやどうしよう、この服ちょっと地味じゃんねみたいなことを思ってて、ね、そう。いいでブラック&ゴールドといえばベルサーチじゃん。確かに。と思って、ここにもしかしたらブティックがあるんじゃないかと。で買えばバッチリなんじゃないかってさっき思って。そう。あ、でもちょっと先にプール見てもいい？うん。イエイイエイ。いや外もね素敵ね。うん。本当だ、めっちゃ素敵、すごい。ね、気持ちいいね、ちょうど。気温も、うん、なんかさ、うちにね何人がいるんだけど、何人がね、おばさんもいるわけ、ドバイに、うんうんうん、そのフィリピン人のおばさんもドバイに住んでるって言ってて、うんうんうん、え、おばさんどこ住んでるのって聞いたら、あ、ベルサーチホテルに住んでますって言って、おばさんめっちゃセレブじゃんと思って、すごい、本当にすごい。え、じゃあそう、セレブなのかと思ってたら、うんうんうん、そこの何位だったの。なるほど、なるほど。よかったと思って、そういうことね。間違ってない。確かに。うん、すごい、ここいいね、ここのインフィニティプール、めっちゃ素敵。めっちゃインフィニティじゃん。めっちゃ素敵。うん、ちょっと撮っとこう。しかもほら、ボート乗れるよ、こっから。フローティングカフェ。フローティングカフェだって、ほら。あのボートに乗ってさ、お茶できるよ。うん、いや結構クルーズもいいんだよね。あ、でクルーズしない？したい。うん、あのそのヨッシーが来る日。したいしたい。しようか。え、嬉しい。しようしよう。うん。全然ね、空いてる。いや待って、でもその21日じゃダメなんだっけ？21でもいいと思うよ。21日に他のアサイストも2人来るの、で結構ボートって10人ぐらいいないとすごいもったいないから、うんうんうん、21の夜でもいい？うん、夜全然大丈夫。本当、うん、じゃあ21日の夜みんなでボートにしよう。そうしよう、そうしよう。すごい超楽しいから。めっちゃ楽しい。いやボートマジ楽しいから本当。嬉しい、うん、よし、じゃあ、うん、プールもね素敵だったし、うん、え、空いてるよね。え、でヨッシーも空いてると思う。全然空いてる。私とずっと一緒だから。あ、本当？よかった。一緒だから言っとく。うん、いやー、楽しいわこれ、うん。え、子供も行ける？子供乗れる乗れる。うん、うちの子も連れてくわじゃあ。うん。これは楽しい。うん。子供たちにボート乗せたかったんだよね一回。嬉しい。うん。なんかね、ブティックこっちにあるらしいんで、うん、いやもしね、ここに黒とね、ゴールドのあの素敵な服が売ってなかったらドバイモール行かなきゃいけないかもしれない。いや本当にあんの？本当にあんのかな？書いてないけど、見て見て、ベルサーチのデザイン画よ。ほらほら、デザインがよ、すごい素敵。素敵だね。いやこういうの買いたいな、うん、え、どこにあるのかな。フラワーショップ、あ、これ、あ、あったあった、ホームって書いてある。フォームは違うよね、ちょっとね、うん、ガウンになっちゃうもんね。キッズクラブだ、うん、こんなとこもあるんだ、キッズクラブ。そうそうそう、キッズクラブ、あのドバイのホテルも 100% ぐらいキッズクラブがついてるわけよ、どのホテルも。すごい。で、子供を預けれるっていう、
無料でいいよね。え、うん、無料なんですか。だいたいホテルゲストは無料なことが多いね、何時間まで無料、1日3時間まで無料。大人がお出かけしてるときはもう預けとけると。そう、しかも大人入れないからだいたいキッズクラブ、すごくない、うん、すごい。あれないわやっぱ、ないよね。はい、excuse me、 あ、is there a boutique? Very search boutique of the clothes? No, clothes no, but we have the one here in frontThe home? The sunglasses, ah, and sunglasses. You have a swimwear, uh-huh. You have little things like you can use as well. Okay. But why don't you try a massage? You are sorry. In the spa. Next time, I'm sure. No, yeah. Okay. Thank you. ね、ジムもあるよ。ジムも、うん。ね。そう、いっぱいあるから、私はね、本当にドバイに来る人には毎日違うホテルに泊まってほしいわけ。間違いないね、どのホテルも全部それぞれの特徴があって素敵だからさ。ブルガリホテル、中国人の友達が泊まってて、うんうん、あ、そうなんだ、うん、あそこもすごいよね。すごい素敵だった、うん、なんかダブルホテル泊まって、ブルガリ泊まって、ブルジュアラーム泊まったからすごいね、制覇してるね。あ、そう、うん、うん、で、今日から、うん、あそこで打ったあのリッツの、あの、うんうん、浅木さん行ってたところって言ってた、あ、ラスアルハイマー、そうそうそう、ビラの方、おお、まあそこはでもビラしかないけどね、うん、じゃあそこかなって言ってた。海の方もあるけど、ね、ラスアルハイマーリッツ2つあるからね、うんうん、海と砂漠もね、あ、じゃあ海の方かもしれないね、うんうん、いやいいね、それは、うん、ぶっ飛び、ぶっ飛びセレブ、いやでも売ってなかったから買い物行かなきゃいけなくなっちゃいましたよ。超やだ、私買い物が大っ嫌いなんだよね。私も本当わかる。それも見て、うん、すごい一緒だと思って、なんかなんとなく素敵だったら私は大丈夫なタイプだと思う、うん、すごい良かった。あ、本当、うん、なんかポチるやつとかできる限りネットで買いたい。そうなんだ、なんか意外だね、うん、よく言われるでしょうけど、うん、いやどうしよっかなこれ。いやしょうがないよね、行くしかないよね。え、どこ行くのこの後。この後マリーマリー、あ、マリーナに戻るんだね、うん、じゃあちょっと私はめんどくさいけどドバイモール行きますね、うん。